許さないもん、あんなやつ。よし、大丈夫？ケイさん、怪我はない？あれ？どうしたの？俺の子やん。確かに、あ、ほんまや、ほんまや。来てくれたん？怪我はない？大丈夫。はい。あ、気づいちゃった？その手錠？あ、気づいちゃった。違うです。私犯罪者なんかじゃないです。お願いです、警察を呼ばないでください。この手順は好きにつけてるだけです。おいうん、これでもいいよ、私私も別にそれでも騙すためなら別に、上か、これがいい人え、みんなこっち選んじゃう？やってみよう。やってみる？じゃあやってみよう。サングラス。あ、別にって言っちゃったね。そうなの？そうだよ。うわ、水がここまで。相変わらず焦ってるね、いつも。ね、どうどうしてる？何に追われてる？分からん。びっくりした。コーンか。君は悪い人じゃなさそうだ。分かってる。後で正直に事情を話してくれるなら今は君を信用するよ。分かったわ、話すから、とにかく早く。あれ、うん、合ってる。はい、後で正直に話します。どっちがいい？はいでいいと思います。じゃあ、はい、後で正直に話します。分かった、とにかく上へ行こう。ナイスだ。こんなとこで共通するとは思わんかったな。なあ、変なやつやと思った。なあ、変なやつや思ってた。正直な。うわ、ついていこう。あれ、どこ行った？あ、上か。おーい。はいはい。ちゃんと後ろついてるよ。ん？うん。オッケー。あ、この音は。あら、あの女性。あ、女性じゃなかった。うん、全然違う。電灯が女性に見えた。ええちょっと待って。警官がいるよ。ほら、見えへん。あ、見えるけ、微妙。警察がいるよ。とにかく、今は落ち着いて話ができる場所を探そう。うん。ええやつや。確か歩道橋を渡ったところに地下街の入り口があったはずだよ。歩道橋を渡ったところに、ほら、あそこ。あ、うんうん。僕、警官と何か話をしてくるから、君はその隙に行くんだ。いいね。え、わかりました。あ、僕の名前は青山。青山徹。青山徹ね。青山君、佐伯優子です。佐伯優子って、さっき指名手配してるってニュースでやってた。気にしないで。いや、私は分かってるよ。詳しい話は後だ。はいはい、じゃあ、行ってくるから。青山言ったら、えらい馴染むかな。何やろ、なんで青山のスーツやですよね。洋服の青山。洋服の青山やと思った。早い行け。もういいって。知らない。じゃあ話しててね。よろしいく。よろしいく。よろしいく。何回言うねん。よし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 。あれ、これマスカある？あ？あれ、こっち見てへん、あれ。知らん。わからん。いいか、行って。おお、お疲れさん。はい。お前は？ですよね。もう逃げられんぞ。観念しろ。あれは動いてくれるんかな。手前側に、手前降りれば降りれるやろ。降りれた。
かな。ああ、あそこか。あそこから行けばいいの？知らん。え？ほい。おお、おなつかんれで？さん。お前どんだけ目いいねお前ん。は分一から人んにや声ろ。かけよったぞ。もう逃げられんぞ。観念しろ。とりあえずこっち向いてたらあかんねんな。待ってみるか、一回。うん。あの男の人が話しかけてくれんのかな？こっち来てたよな、一回。あーかも。なるほど。青山くんにほんなら頑張ってもらおうか。私も青山くんのスーツ、ちょっと宣伝しとくわ。青山のスーツみんな買ってね。青色だよ。別に青色ってわけじゃ。いや、この人の青山ってこの人やで。ああ。みんな青色だよ。ちなみに上司というか、市長のスーツは黄色だよ。みんな買ってね、青色と黄色。懐かしい。あ、そんな来るの待とう。頼むぜ。やっぱ正解やな。せやな。オッケー。ナイス。けけけけけ。警察め。まだまだ甘いな。とか言うてみる。あれ、ここって崩れへんかったっけ？どうやったっけ？君、頑張って救っあたー、くこない？こなら少しは落ち着いて話ができそうだね。よかったら事情を教えてくれないかな。はいはい。兄は誰かに殺されたんです。私がマンションに行った時にはもやっぱ外うそっか、兄後はでサングラス。新富製薬という会社で働いていました。新富製薬、大企業だね。最近は忙しくてあまり会ってくれなかったんですけど、会社の人から連絡があって急いで兄に会いに行くように言われて、それでマンションを訪ねたんです。そうしたら兄は、そうか。なんかお兄会さん社の怪部しいでな。会変わっ社怪たことしいはな。なかったのかい？変わったこと？そう、1番目がええ人、はい。3番目がええ人、私がどっちかにするから決まんねんな。じゃあ、あいつ私はこっちって言って3、3つ分かれるっていうな。意味ね。いいね。意味いや、ね。もういいよ、なんでも。なんでもええってことで、ほんなら、こっちにしようか。兄の部屋から黒い服の男が出てきたんです。その男は私をナルセって。その黒い服の男が怪しい。ですよね。変わったこと？ああ、全ああ、部。全部いけんの？じゃあ、警察が。私が部屋にいると、なぜかすぐに警察が。誰か通報した人がいるらしいんですけど。誰だろ全て答えてくれるん？変わったこと？じゃあ。凶器になぜか私の指紋が。凶器が見つかっているのかい？はい。マンションの裏の広場で見つかったそうです。でも君は身に覚えがないんだよね。ないない。はい。変わったこと？全部聞けんのおかよ。風呂のお湯が出しっぱなしでした。いつもの兄ならそんなことするはずないのに。ということは、お風呂のお湯を出した後に殺されたってことかな。だね。君の話を一通り聞いたけど、うん。普通に考えたら君が犯人としか思えないよ。ですよね。え？そんな。でも僕は君を信じるありよ。がとう、青山くん。僕にここまで正直に話してくれたんだから。ええやつやな、青それ山くん。で佐伯さん、これからどうするつもりだい？無実を証明したい。兄の仇を討ちたい。どうしたらいいのかわからない。そこは無実じゃない。無無実？実か、どうしたらたいいだのいいのか。かやな。3人ってのがな、決めにくいねんな。証明したい？じゃあ、しよう。私、無実を証明したいんです。
兄を殺した犯人を見つけたいんです。おっと、あ、水が来るかも。どや、そうか、あ、来へんかった。よかった。それならもう一度兄さんのマンションを調べてみたらどうかな。もう兄さんのマンションまで行く。犯人の手がかりが見つかるかもしれないよ。わかりました。うん、いいよね。うん、わかったわ。そうね、わかったわ。よし、じゃあ行こう。え、青山くん来んの。来てくれんねんな、優しい、うん、優しい紳士。よし、じゃあ一旦ここで切ります。うん、はい、じゃあ行こう。お、なんかある。ん、そっちに進めって意味、うん、あ、違うか。野球帽、え、いらない。まあ私はもうこれでバンバンザ。え、何も反応なし。なし、うん、なしかよ。無視をすることに決めた。あ、びっくりした。宝石店や思った。本屋さん、ん、なんかあたり探してみようかな思ったけど暗いな。特には何もないか。おっと、あら、あ、こっちに、こっちか。クランクハンドルのとこか、これちゃうか。置いてみたら、こっち、おっとい、ん、ここから向こうに渡れないかな。僕が先に行って確かめてみるよ。ありがとう。大丈夫なようなら声をかけるよ。佐伯さんはちょっと待ってて。なんで青山くんこんなによくしてくれんの。ねえ、なんじゃない、え、一目惚れ。一目惚れですか。人がいいのかな、かな。走って大丈夫かい。めっちゃ走るやん。佐伯さん、気をつけて渡っておいでよ。はい。なんかこれはこれで和むなあ。和むな。どうする、走る、歩く、どっちでも。まあ知ってたから大丈夫や思うけど、一応歩いとこか。はい、しっかり捕まって。よし、さあ行こう。行こう。サングラス外すんじゃなかった。そうだ、そうだ、そうやったな。こっちの方か。あげようか、青山くんに。え、やめとき、やめとき、やめとき。あげてもいいねんけど。うん、やめとこ。こっち？なんか何気なく来てるけどいいんかね。このセリフまた言った気がするな。うん？まあ適当で。なんかの店。広っ。クリスマスケーキ。あ、こっちか。ん？なんだこれは。やっぱり。ですよね。ですよね。なんか思ったよ。あ、ムービー入っちゃった。無事に行ったね。お、待って、何の音これ。聞かれる。おう、黙るんだ。これ生きてた、流されたんやん、さっき。てか、なんでこんなピンポイント打ってくるの。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。
怖っ。来るな来るな来るな、やべえやべえやべえ、こいつ不死身？不死身？いや流されたぐらいで死なへんって。フライでってお前すごいこと言うな。いいよ、逆に生きてるのが。やっぱ水には強いねんな、ここのキャラクター。あ、土砂崩れにあっちゃうんじゃ。あー、それやね。全く手間を取らせやがって。いつでもしゃがみ準備はできてるよ。お疲れ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 。まさになんていう、これで生きてたらみんな拍手しような。あー確かに、いやあれに落ちたら終わりやろ。大丈夫かしら、あの刑事さんと心配する。もう追いかけられることもないとホッとする。いい気味だわ、あだけ笑う。うん、心配しとく、一応、うん、一応ね、一応一応一応ね。大丈夫かしら、あの刑事さん。刑事さんには気の毒だけど。さあ、お兄さんのマンションに行こう。これで入ってきたらみんな拍手な。そうする。拍手しような。うん、おめでとう。うん、あれ、あ、そういや濡れてるな君。いなくなったことだし。先を急ごう。メガネかけとってんな。あ、知らんかったん。かけてたで。え、気づかんかった。あ、サングラスあげようか。え、やめて。いらん。やめてやめて。見えなくなったもん。うん。多分ドイリやろうな。サングラスかけたら見えへんようなのかな。こっちか、普通に。うん。多分。ん？ああ弱ったなぁ、どこに行けばいいんだろうな。マンションやけれども、こっちの方が濡れへんかな思ってんけどな。行ける範囲が広すぎるなぁ。なぁ、あったまえポイントが欲しいな。あったわ。うわ、そうすれば。なあ。ありがとう。ございます。ございます。時間差。じゃあ一旦切りましょうか。一旦終わりましょうか。一旦っていうか、もう今日はね、終わりましょうか。うん、まあ目立った選択肢もなかった気がするんやけれども。うん。分けとくかい？まあ、いいんちゃう。いいかね。まあ、もしもの時は最初から頑張りますよ。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見ていただけると幸いです。では、さよなら。さよなら。